皆さんと出会えたので北海道の帰りの歌を皆さんと一緒に歌いたいんですけど、いかがでしょうか。僕が多分何言ってるかさっぱりちんぷんかんぷんでわからないと思いますが、僕に食らいついてきてくれますか。じゃあ皆さん立ち上がって手拍子しながら一緒に歌ってみましょう。最初に弾いた楽器がムックリという北海道に伝わる口琴です。で次に弾かせてもらったのが、カラフトアイヌの人たちが、北海道のアイヌの人たちも残してくれたトンコリといいます。こういった楽器を弾きながらこう日本中を旅する時もあります。そして僕は北海道の先住民であるアイヌの血を引いてこの北海道に生まれました。ですが僕が小さい頃というのはまだ僕たちアイヌ民族は先住民族ではありませんでした。学校に行くということはただ一人のマイノリティになるということで非常に恐ろしかったです。6年間口聞いたことがありません。怖かった。
生き地獄だったんです。でもそうこうしながら中学高校を出て、僕はアイヌのいないところに来たかったんです。自分の血を呪っていた。なんで俺はアイヌなんだ、なんでみんなと違うんだろう。そして北海道を離れます。沖縄に逃げたんです。ある種の逃亡ですね。自分の力の逃亡です。そして沖縄に行って初めて僕はアイヌですって心を開いて喋れるようになったんです。そして彼らはそれを受け入れてくれた、ね、やっぱりどこか近いものがあるので。それで初めて自分を隠さずに暮らすことが18歳の僕にできたんです。そしてもう自由になって嬉しくて嬉しくて、はあって隠さなくていいんだ、あれがままに生きていいんだっていうのを教わりました。そしてもう浮かれ気分で遊んでばっかりいますよね。もう本当にもう君はどうしたらいいんだぐらいの状態だったんですけど、そうしている時に、まあ、沖縄って音楽の島なのでいろんなミュージシャンに出会うんですね。そして、ね、あるバンドのリハーサルに行ったんです。そしてリハーサルが終わって、あるミュージシャンが、おお、Motoi君、アイヌの歌歌ってくれないか、アイヌの歌教えてくれよ。あ、知らんよ、歌えんよ、バカかお前は、歌も歌えんで何が民族だ。ハッとしたんですね。沖縄に甘えてるだけだった僕が、その言葉はもう北海道に帰らんといけない、帰って学ばなきゃいけない、そして帰るんです、ね。そして帰っても北海道という土地で何をしていいのかわからないんです。まずおじいちゃんおばあちゃんのところに通いました。アイヌのおじいちゃんおばあちゃん、ね、僕は小さい頃から家の中にアイヌ文化がありました。そしておじいちゃんおばあちゃんの膝の上でアイヌ文様を習いました。アイヌの歌が子守歌だったこともあります。でそのおじいちゃんおばあちゃんのところに行ったとに聞き取りに行ってる時に、その小さい時の記憶が僕らのボンボンボンって蘇るんです。いろんなアイヌの歌を聞いて、あ、そこ違うとか分かるんです。そんな自分がこうどんどん出てくる。あ、隠して自分で塞いでいたものの蓋が年寄りの愛情でまた開いたと、僕の中からアイヌの文化が湧き出るようになってきた。湧き出るのはいいんですけど、どう生活していいのか分からないんです。日本と呼ばれる社会の中でアイヌとしてどう生きていっていいのかが分からなかった20代の僕がいます。また生活が進んでいきます。ほぼアル中でした。ライブで稼いだ金はその晩のうちなくなります。世の中が悪いんだ、あいつらが悪いんだ、俺はどうせマイノリティだ、恨んで恨んで恨んでいたんです。でもその状態って僕を幸せにはしない、ましてや誰も幸せにはしない。僕のトンコリ聞いて誰が幸せになるんだろう、今考えるとです。でも悩んで悩んで、どう生活していっていいのか、夜中にアイヌ文様を自然と切り出すようになったんですね。やっぱり静かじゃないと切れなかったんです、精神的に弱い僕は。真夜中に切って昼間寝る、昼間寝るってことは大勢の中に行かなくていいからです。で逃げていたんです。ただこれじゃいけないなと思って、僕はアイヌ文様でプロダクトを作り出しました。ものづくりを始めました。まずペンダントを作りました。 T シャツを作りました。それはなぜかというと、皆さんの生活の中でアイヌ文様を楽しんでもらうことでアイヌ文様のコマーシャルにもなる、アイヌ文様を広めることができる、そしていろんな人とつながっていける。やっと僕に道が開けたんです。その道が開けるまで40年の時間かかってます。生まれてから40年間僕は闇の中にいたんです。でも開けてからは僕の高度成長期が始まるんです、ね。まず日本という社会の中にトライしなきゃいけない。アイヌ文様で前例がないことなんです。道がないって分かった時に僕はすっきりしました、ね。いつでも地獄に落ちていいんだと、よしってタフになるしかなかったんですね。差別されてる暇もなんかない、傷つく前にタフになれ、僕の中に言葉が出てきました。よしと、ね。そしていろんな企業とつながって物を作っていかなきゃいけないことも学びました。
最初いらっしゃいませも言えないありがとうございますも言えないで小樽運河でペンダント並べてました。なぜこの人たちに頭下げなきゃいけないんだ、なんでだよって、あこのペンダントかっこいいと言われても何言ってんだよって自分がどこかにいた。でも勇気を振り絞ったんです僕は。で何をしたかというとありがとうございます感謝を伝えたんです。そしたら僕の中で何かが解放されたんですね。僕が許されたんです。その瞬間僕は北海道で札幌で日本の中で自分の居場所を見つけたんです。やっとありがとうございます、この単純な一言がアイヌとして僕に生きる道を開いてくれたんです。そこには多くの出会いがありました。その出会いが僕を導いてくれました。多くの人たちが沈む日本の人たちです。そしてその人たちは僕らのアイヌ文様を理解してくれました。安売りをするな、ね、僕はその時から札幌っていう先住民が暮らす世界的に見ても大きな都市ってそんなにいっぱいないんです。すべてが可能性になったんです。僕にとってマイナスだったことはすべて可能性になったんです。そしてトライすべき道がいっぱいできたんです。トライできるんだ、これだけで僕は嬉しい。日本の社会の中で居場所を見つけトライすることがある、自分で存在をアピールできる、そしてご先祖様から借りている文化を未来に返すんです。僕は今ご先祖様たちからこの歌、文様、いろんなものをお借りしています。それを未来の子たち、アイヌの子たちにも日本の子たちにも返さなきゃいけないんです。そうすることで北海道の文化になるんです、アイヌ文化が。その時に始まることは僕の中では依存のない共存なんです。経済的にも精神的にも依存のない互いにしっかり支え合うものを作ったり生活していくことが始まると思ったんです。面白いなって。僕は初めて日本の人たちと協力してトライするべきことを見つけたんです。嬉しくて嬉しくてしょうがなかった。僕は日本の中に居場所がないと思っていたから、見つけたらもうこんな嬉しくて嬉しくて、本当はご先祖様にも感謝したし、そして日本の文化にも感謝しました。僕は日本中旅して歩きました。日本の文化を学ばなきゃいけないと思ったからです。お寺に行って手を合わすってこんなに素晴らしいことなんだ。日本の文化を学んで学んでアイヌ文様で雪の結晶を切ることができました。和の家紋を学ぶことでアイヌ文様がまた生まれたんです。そんな不思議が僕の中にはいっぱいあって、でもそれは皆さんと出会えたからだと思っています。そしてご先祖様が僕にいろんなトライを残してくれたからだと思っています。今ご先祖様が残してくれた文化と皆様に出会えたことで僕は幸せになっています、ね、本当に今日は出会ってくれてありがとうございます。やれやれ。